こんにちは、さとちんです。今回開封するのはこちら、12月30日発売、モスバーガー福袋。今年見た方、2021年に見た方は良いお年を、2022年に見た方は今年もよろしくお願いします。ということで、購入店舗が書いてあるので見せれないんですけれども、1枚500円分のお食事補助券が入ってるんです。500円かける6枚、3000円分、これだけでもう元は取っています。残りの商品がお得グッズですね。良心的なお店ってこんな感じですよね。金額分のクーポン、他が福袋の商品たちです。今回パッケージがリラックマということで、リラックマの商品ですね。1つ目、2022モス袋メモ帳、モスバーガーとリラックマのコラボアイテムとなっています。2つ目、こちら2022モス福袋パスケース、開封するとこんな感じ、ちょっと柔らか素材のプニプニした感触。3つ目はこちら、2022モス福袋ふわふわトートバッグ。これね、かなり柔らかいです。大きさ的にはどんな感じなのでしょうか。エコバッグとはいきませんが、サイズ感的には横に2リットルのペットボトルが入るぐらい、小さなポケットも入ってますね。かわいいね。ちゃんとね、一番上の部分にボタンもあるので、量を多く入れなければボタンでねしまうことも可能です。最後、ブランケット、こちらの商品が最後となります。モスバーガー食べてますね。チーズハンバーガーなのでしょうか。モスバーガーリラックマという感じでした。モスバーガーのいいところって、まあ、悪い面でもあるんかもしれないけれども、注文してから作ってくれるんですよね、料理を。なので出てくるのが若干遅いんですけれども、その分ね、作りたてを食べれるっていうのが美味しいポイントの一つ。ジャンクフードだとは思うんですけれども、それを感じさせないね、バンズ、あのパンであったり中のね具材だったりするんですよね。体にいいんじゃないかなって惑わせる美味しさのモスバーガーでした。本日もランチはモスバーガーでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。モスバーガーリラックマ福袋開封レビューでした。2021年の方は良いお年を、2022年ここまで見てくれた方は今年もよろしくお願いします。バイバイ。